Hello everyone, I'm Rion! こんにちは、リオンです。今日はオーストラリアのアルバイト事情についてお話ししていきたいと思います。まずはじめはみんな気になると思うオーストラリアの最低賃金についてお話ししていきます。7月からなんとオーストラリアは最低賃金をさらに上げて 23.23 ドルくらいになります。それは日本円で言うと、まあ、2220とか30円くらいかな。だからだいたい日本の倍くらいですね、時給は。私が過去に働いてたカフェとかを元にすると、だいたい平均の時給が、まあ、27ドルとか25ドルくらいです、平日は。で、休日はもっと、休日に働いてくれてありがとうってことで、ペナルティっていうお金が上乗せされて、だいたいね、30ドルとかに時給がなります。平日はまあ2000円後半で、休日は3000円近くもらえるっていうことになっています。あと祝日、パブリックホリデーっていう祝日はさらに給料、時給が上乗せされて2倍ダブルペイになるのね。だからだいたい25ドルで働いてた人だったら50ドルになって、5000円近く1時間でもらえるっていう計算になります。で、ここまで聞くとさ、もうみんなオーストラリア来て働きたいって思うじゃん。日本の時給よりも全然高いし。けど私がね、3軒ローカルのカフェ働いて、あと1軒ローカルのチョコレート屋さんでアルバイトした経験があるんだけど、で、あとね、1個一番最初に日本食料理屋さんでも一瞬働いたことある。こうね、辛かったこととかも今から共有してきます。で、まず大体バイトをね、どうやって探すかっていうと、オーストラリアでは履歴書、レジュメっていうんだけど、それを自分でまあ、インターネットとかでね、テンプレートいろいろあって、それを埋めて印刷してレジュメを持ってって、お店に直接で働きたいんですっていう意思を伝える。例えばなんかカフェとかに入ってて、 Hello, how are you? ってなって、多分どうしたのって聞かれるから、なんか I'm looking for the job and are you guys hiring? とか言って、レジュメをマネージャーに渡してほしいってことを伝えて、まあ、それでだいたい、すっごいこっち遅いから、日本ってさ、だいたいすぐに返信とかくれたりするじゃん。けど、まあ、募集しなかったら返信はくれないし、多分その時の気分とかもあるから、まあ、気分屋だからね、みんな結構で、まあ、1週間後とかにいきなりメールが来たりして、なんかレジュメ読んだけど面接来てみない、インタビューって言うんだけど、聞かれて面接に進むパターンと、あとそれか、そのままトライアルって言って、働く前にね、トライアルって言って1時間ぐらい働いて、その人のスキルを見られるの。だからカフェのトライアルだとしたら、カフェに行ってオーダーとかも普通に取って、まあ、レジとかもね、やらされるカフェあると思うし、その1回しか働いたことないのにえって思うけど、カフェで働いた経験があるならできるの当たり前でしょって感じだから、そのトライアルで、まあ、テキパキ働いて、私働きますよってアピールしないと雇ってもらえません、最終的には。だから結構仕事ね、探すのも経験重視なので、日本でカフェの経験があったりとかしたら、まあ、あとコーヒー作れたりね、バリスタとして、そしたら結構スムーズに見つけられることもできると思うんだけど、結構経験がないともう雇ってもらえないっていうのが現実かな。あとはスムーズに接客できる英語力とか、やっぱりそう、英語が話せないとさ、通用しないから、英語力と、あとそのテキパキ働けるかっていうスキル力の2つが重視されます。だから最初はね、日本食料理屋さんとかで、まあ、日本人のマネージャーの方とかの元で働いて、まあ、英語力がちょっとできなくても雇ってもらえる環境で働いて、まあ、お客さんとか他の従業員と英語でちょっと話していくうちとかに、まあ、英語力がアップして、まあ、次にローカルのね、例えば、まあ、他の飲食店とかカフェとか、まあ、リテール、
服とか服屋さんとかで働いてチャレンジしてみるのもありかなと思います。もう一個アルバイト探す方法としては、オンラインでシークとかジュラローカルっていうアプリがあって、そこからも応募して面接とかトライアルに進むことができますけど、オンラインからって何人も何千人も多分一気に応募してるから、返信がね返ってくる確率は低いので、レジュメをお店に直接持ってった方が返信が返ってくる確率は上がると思います。あと一番いいアルバイトの見つけ方としては、やっぱり知り合いとか友達が紹介してくれるっていうことが一番安心安全で、採用もねしてくれやすいと思うので、それがおすすめです。オーストラリア本当にコネクション文化っていうか、コネクションが強いので、大体知り合いの知り合いとかだったら雇ってもらえることもあるので、自分でアプライするよりも、まあ、友達に頼ったりした方が一番は仕事見つかりやすいかなと思います。じゃあ私が解雇された話ね解雇された話っていうかそう、3個目のカフェでなんかいきなりクビにされた経験があるんだけどえ、でもね、そう、その時すっごい悲しかったけど、まあでもそんな性格の悪いボスと働きたくないって思ったから、まあ、解雇されてよかったなって結局思ったんだけど、そのカフェすっごい時給が良かったの。でもボスだけすっごい意地悪で、なんかベトナム人の男性のゲイの人で、なんかもう喋り方とかもなんかもうって感じ、なんかはいって感じの喋り方だったので、なんか女子に厳しいのね。でなんていうの、なんかイケメンのねマッチョとかのお客さんが来たら、なんか私がいつもサーブする係だったんだけど、そのコーヒー奪い取って私がサーブするみたいな感じでボスが出てって、なんかそのイケメンの前ではって感じになってって、でまあそれはさどうでもいいんだけど、まあなんか意地悪だったのね普通に。で意地悪で、でそのカフェなんか奇妙なことに、まあ、全員働いてるねローカルのオーストラリアの大学生の子とかは年齢も近くて、一緒にお話ししてて楽しくて、いつも優しい感じで話してくれてたんだけど、そうなんかボスたまにルールだよねみたいな感じで話してて、でなんか私も、うん、なんかちょっとたまに怖い時あるよねみたいな感じで、うんうんって感じで話してて、でもそのカフェね、なんか奇妙なことに一回一緒に働いてた人に会って二回目会うこと絶対にないの。なんでか分かんないけど、私が働くと絶対新しい人が毎回働いてて、新しい人たちと働くのプラスそのボスと、なんかそのカフェを作ったオーナーみたいな人と、あと絶対新しい人たちと一緒に働くので、あれこないだ話してたあの女の子いないな、あの男の子いないなってなるんだけど、まあ、毎回新しい人と働く環境で、まあ、ストレスも溜まってくじゃん。そりゃ同じ人たちと仲良く働きたいから人間はで、そう毎回新しい人たちと働く環境の中で、まあ、時給高かったし、まあ、ボスもちょっと意地悪だったけど辞めなかったのね。けどなんかある日突然、なんかもう3週間ぐらい働いた時に、なんか私のスキルはなんかエクスペクテーションしてたよりも低かったみたいなこと言われて、なんかもう来なくていいよみたいなこと言われて、え？って思ったけど、まあ案外ちょっと心の中では嬉しかったあ、私もうこのカフェで働かなくていいんだと思って、結局ね嬉しく終わったんだけど、でもそのカフェの闇がさ、てか効率悪すぎるのが、毎週さ新しい人が入ってきて一回もずっと同じコーワーカーたちに会わなかった理由が、そのボスが多分新しい人を常に雇っていっぱい雇って、で解雇をすぐにしてたんだと思うの。
だから意味が分かんないよね。その新しい人をいっぱい取って少しでももう古くなったとか気になくなったら解雇する。だからさ、せっかくちょっと育ててもすぐに辞めさせるっていう意味の分かんない経営方法をしてて、まあね、そのお店が成り立ってるのよく分かりませんけど、まあそういう話もあるので、オーストラリアで何か意地悪なことを職場でされたりあとそう、なんかクビになったり返信返ってこなかったりしても、まあ、めげないで、私たちはねこの国で生きてるだけ偉いというマインドで頑張りましょう。絶対ね、なんとかなるから。あと気をつけた方がいいことはキャッシュジョブです。キャッシュはなんか国に多分税金を払ってないので、あと最低賃金以下とかで働かされたりすることも多いので、まあ、違法にねアルバイトの子を雇ってるお店とかも結構多いと思うのでお気をつけください。今日はオーストラリアのアルバイト事情についてお話ししてみました。まあ私もなんかえっていう態度取られたこととかいっぱいあるし、なんか悲しいって思うことも何度かあったから、全然ひどい扱いとかされたりしたらやめたらいいし、そう、もうメンタルもね鍛えられると思う。だんだん逆にはってなってくると思う。最初はさ、もう日本から来て英語環境で働いて、でなんか例えばひどい扱いを受けたとしたら、もう悲しいって、なんでそんなことするのっていうピュアな感じでもう落ち込むと思うけど、だんだんこの環境下で働いてくるとメンタルも鍛えられて、なんでそんなことするのなら私辞めるよみたいな感じでもう強気なマインドを持てるようになるのでまあ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 、心配せずにね、ポジティブに頑張りましょう。絶対に仕事見つかるし大丈夫だよ。まあ何か仕事探しでレジュメとか私が助けられそうなことがあったら、質問コメント欄かインスタグラムとかの DM で送ってください。見てくれてありがとう。今度他のビデオとかでもまた他の職種で働いている日本人の方とかにインタビューできたらいいなと思ってます。では See you next video! Bye!